アバディス・アビー・テバニアン・ジュニアは、アメリカ合衆国のソフトウェア技術者、実業家。ネクスト買収により、Apple コンピューターに入社し、MacOS 10開発の中心人物となった。同じく NEXT から Apple に加わったという経歴を持つ、スティーブ・ジョブズ、ジョン・ルビンスタインと並び、アップル復活の立役者の一人。カーネギー・メロン大学で、 マッハカーネルの研究開発を行っていた1988年、スティーブ・ジョブズに壊れ、ネクストへ入社。ネクストでは短期間で頭角を表し、ソフトウェア担当副社長となる。1997年、ネクスト買収とともに、アップルに移り、ソフトウェア担当上級副社長を経て2006年3月まで、ソフトウェア担当最高技術責任者を務めた。2006年5月より、 テルミーネットワークスの経営者会議メンバーを務めていた。2009年2月24日よりドルビーラボラトリーズの社外取締役を務めている。2010年よりフレッド・ディ・アンダーソンらが設立した非公開のメディア、テクノロジー専門投資会社エレベーションパートナーズの取締役である。2015年7月1日、非公開のメディア、テクノロジー専門投資会社 ネックステクイティパートナーズを設立した。アビテバニアン・ジョインズ・テル・ミ、S ボード・オブ・ディレクターズ・ハット・ AVADISTEVANIANPROFILE-FORBES.com、ハットボード・オブ・ディレクターズ、アバディーズ・テバニアン・ジュニア、ドルビーの社外取締役、アバディス・テバニアン・ジュニア・ハット、アビテバニアン、 マネージング・ディレクター・エレベーション・パートナーズ・ハット・ネックステクイティ・パートナーズ・クランチベース。ありがとうございます。